試合終わって今の気持ちというか、まあ、振り返ってね、試合を振り返って一言お願いします。まあ、やっぱり今の試合は自分の力が出し切れてなかったので悔しいです。それで、まあ、今回2回本戦で戦ったんですが、戦っていく中で、まあ、どういうところが足りなかったのかとか、あと収穫になった部分があればお話しください。やっぱりスピードがなくて、全然相手についていけなかったです。はい、でちょっと生年月日を確認したいんですが、1996年6月21日。聞こえない。すいません。ですね、1996年6月21日が生年月日です。はい、それでは質問を受けいたします。使用して会対面お話の上、質問お願いします。どなたかいらっしゃいますか。バドミントンマガジンの池上です。今力を出し切れなかったとおっしゃったんですけれども、そのあたりはこう自分ではどういうところで出し切れなかったのか、緊張とかあったのか、それとも何か原因があったでしょうか。やっぱり一番緊張しました。2ゲーム目ミスが少ないのが結構持ち味だと思うんですけれども、2ゲーム目ミスが増えてしまったっていうのはどのあたりが自分では振り返っていかがですか。やっぱりミスが多かった理由はやっぱり相手にうまく風で悩まされてました。はい、他にどなたがいらっしゃいますか。出だしから、バドミントンマガジンさんです。お疲れ様です。出だし9ポイント連取という状況になったんですけれども、そのあたりの心境と、その後、上田選手が挽回してきた時のご自身の気持ちの変化とか、そのあたりを教えていただけますでしょうか。やっぱり出だしは良かったんですけど、だんだん追いつかれてきて、やっぱり焦ってしまって、やっぱり最後負けてしまったし。他にTBS です。今まで2試合戦ったのと、今日戦ったのと、どう違いましたか。やっぱり、昨日、一昨日の試合はあんまりスピードが速くなかったんで、今日の試合はめちゃくちゃ速かったから、ついていけなかったです。他にどなたがいらっしゃいますか。アナウンサー、プロ事業しています。一番自分らしさとか、得意な部分、それとこういうところが課題かなという部分もちょっとあります。やっぱり得意な部分は相手を見て打てるっていうのと、今後の課題はやっぱりスピードとか体力をつけていくことです。スタイル、形、プレーの形というか進め方の課題。僕が聞いてます。すみません。例えばこういうような攻め方をして組み立てをしていってポイントを取ろうという、そういう意味です。いや、違います。どういうことですか。形っていうか、形ではないです。要するに、自分がこれから作っていこうとすると、はい、もう一回言ってみてください。もう一回、質問なんですか。いや、今の答え今、もう一回質問言ってもらうんですか。自分の例えば課題と、課題が自分のいいところと、これを伺ったんだ。いいところはやっぱり相手を見て打てるところですね。で、今後の課題はスピードというか、相手についていけるようなスピードです。スピードをつける。はい、はい、他にどなたがいらっしゃいますか。共同通信の米澤です。今日は負けてしまいましたけど、2つ勝てたことはすごく自信にはなったんでしょうか。その大会通しての収穫得たものでしょうか。はい、とても自信になりました。他に誰だかよろしいですか。バドミントンファンの渡辺です。お疲れ様でした。
上のスピードをつけていくとおっしゃったんですけども、普段の高校の大会においてはそのスピードを自分から出していくということが課題になっていくのか、体力的な意味でのスピードを上げる、体力的な意味でのスピードを上げていくことが大事なのか、自分からテンポを上げていくということのスピードが大事になってくるのか、総合的なことなのか、そのスピードの種類について。総合的です。テンポです。はい、他にいらっしゃらないですか。はい、それでは常山選手の記者の業務に行きます。どうもご苦労様。